羽生結弦はなぜ試合前にガムを噛み始めたのか。噛むことの力、スポーツの力。ガムにはまだ知られていない事実がある。噛むことの力、スポーツの力。羽生選手になります。お願いします。お願いします。じゃあ本番、集中していきましょう。よーい、スタート。スタート。オープン。なんでだろう。なんでわざわざ癒やしたんだろう。じゃあカメラが自分が入ってきますか。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 すいません、大きな声です。よーい、スタート。はい、カット。はい、出るときにもう少しよし行くぞって感じがちょっとだけあると思う。よし行くぞ。何に対してと思って。よし行くぞ。よーい、スタート。はい、カット。完全に、完全になんかチーターとか、チーターとかがなんか獲物見つけた瞬間みたいな感じ。よかった。こういうやつありましたよね。こういう遊ぶやつ。これはクラッカー。これあの普通のやりやりあります。何用なんですか、ちなみに。楽器です。実際に楽器なんです。アフリカの。すいません。はい。ではもう一度お願いします。よーい、スタート。はい、カット。おー、よかった。リンクの温度は上がんないと思います。そうなんだ。コースが分かってない。すいませんね、寒いリンクです。僕らは全然いいですよ。なかなかないですよ、こんな寒いリンク。羽生さんがちょっと、あ、普段こんな感じないね。この前高田の前からめっちゃ寒かった。寒かった。高田のママ、あそこは寒い。あそこ寒い。なんで寒いリンクばっか当たってんだろう。どうも、よーい、テクニー、はい、カット。はい、カット。お願いします。それではお願いします。そしたらまた別に元々同じ体勢です。動けなし。じゃあ3、4で。はい。後ろ道で大体30。本番。はい、はい、よーい、スタート。カット。はい、
はい、オッケー。じゃあこちらオッケーいただきました。では本日ムーブメントステージになります。何せありがとうございました。